新規感染者は、県発表が371人、静岡市発表が164人、浜松市発表が178人です。合わせて713人で、先週水曜日よりも685人少なく、これで35日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。死者の発表は3人で、県内の累計は、 1355人となりました正午現在の病床使用率は県全体で29.4直近1週間の新規感染者数はその前の1週間と比べて0.61倍です。